はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。11月21日水曜日、本日はタウンライト小田原堺商店から生放送です。水曜深夜の乱れ時、小田原MVよろしくお願いします。お願いします。安定の2人になってきましたね。ということで、コム大丈夫？始まってるよ。ああ、大丈夫です。おはようございます。ウエストが合わない。お疲れ様です。今更ですけど、ちょっと合わなくて。ということで、今月もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、告知いきましょうか。はい。明日は11月22日。はい。11月22日です。はい。最後にもう一度言います。はい。11月22日。あ、そうですね。はい。いうことですね。はい。自宅から一番近い。はい。まあキコーナでもタウンライトでもいいんですけれども、お近くの関東にお住まいの方はですね、お近くのキコーナにぜひとも明日はお立ち寄りいただければと思いますんで、事前に限らずですね、お近くのキコーナへぜひよろしくお願いします。お願いします。以上です。以上です。ざっくりとね、ざっくりという感じで、ちょっとコメント読んでいきます。あ、ちょっと堺商店の皆さんこんばんは。藤井氏出する海は楽しいから好きと。おー、さすがっすね。はい、ということで今日は初かな関東放送だった多分設定付きパチンコスーパー海物語に沖縄2、そして沖縄4とこちら2機種やっていきたいと思います。お願いします。まあね、設定付きというと今まで何回かやってきましたけど、あんま設定通りに出ない。コムがいつもいやだから本当にちゃんと言われた通りにしてるんですよ、毎回。ということで今日はね、いいところ見せれるように頑張っていっぱい。ちなみに今日のサブテーマは、サブテーマを新しいおきみの設定付きサムの出現率が異常に高いんで、最大ラウンド比率が 10% 近くあるんで、あ、そうなんですね。なので今日は僕はサムに会うこと、でコムはアイマリンちゃんに会うこと、あとは設定した演出なんかも出せたらなおよしかなと思ってます。そうですね、大当たり終了画面のね、そちらに期待してみただけたらと思います。その辺を出していくということで本日の放送を進めていきたいと思いますので、お願いします。本日も1時間よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はこちらの2機種でございます。じゃあ簡単にスペック説明お願いしてもよろしいですか。じゃあ僕の方がですね、信頼になります。スーパー海物語沖縄2、この見覚えのある保留とか懐かしいですよね。そうですね。まあでもこいつはただのリメイクじゃないと。まあ結構いろいろ変わってますね。このアタッカーとかも沖縄4からのアタッカーと一緒なんで、弾こぼれが少ないっていうような仕様になってます。あとは設定付きですね。先ほど言ったように設定1が 119.8 分の1、設定6が 106.5 分の1の間になってます。特徴としてはさっき言ったように最大ラウンド比率が 10% ちょっと盛りましたね。 8% ありますんで、10ラウンドか4ラウンド。あとは近江4のアグネスとかと一緒で時短が結構割と長めなんで、40は70は100なんで、70引けたら大丈夫っしょ。まあ時短70回転の振り分けが一番高いんですね。 60% ぐらいあるので、そこでうまいこと引き戻してずっと時短とね、各園のループを繰り返していってたくさん出していくという感じですね。そういう感じですね。じゃあコムもスーパー海物語 in 沖縄4 with アイマリンですね。で、大当たり確率は99分の1です。で、各園突入率 100%、 5回転限定で 9.9 分の1で、こっちはアイマリンに会える16ラウンドは 5% になってます。5% と 8% を引けるか、引きましょう。ST の回数は5回転で、電サポが25、オア50、オア100ですね。そうですね。だからこれは信頼のこの設定付きだと10回転あるけど、その半分ぐらいと。そうですね。ところに差が結構あるかなという感じはしますね。大当たり確率もね、設定付きの方だと各円中の大当たり確率も設定差がついてるんで、高設定になればなるほど当たりやすくなってる仕様という感じですね。なんで必然的に継続率というか、それも上がってるような感じにはなってますよね。という感じです。じゃあコメント読んできます。お願いします。海マニアの海解説は楽しいから好き。ありがとうございます。コムおるかいます。コムニッコニッコムー、ニッコニッコムー、いらっしゃい。お久しぶりです。堺町放送に関しては開始が遅れてる珍しいですねということで、ちょっと遅れちゃいましたね。結構安定の遅刻やと思ってます。こんばんは、コバホモナ、ありがとうございます。小林店長じゃないですよ今日ね。藤井さん髪の毛セットに時間かかってたんだな今日は。そうなんですよ。あんま所内ではお願いします。コムもう生まれた？生まれました。あ、お子さん生まれた。ありがとうございます。おめでとうございます。ドットコム。ドットコムです。ついに出世したということでね。ありがとうございます。めでたい。あちゃまこ、ゆとり派じゃない藤井派の私が来たよ。いらっしゃい。コムちゃんと始まる前に準備しておけよ、そういうとこだぞ。あ、申し訳ございません。いい夫婦の日、コム&コケパンのようにね、ということで。あ、あとはね、ごめんな、俺関西在住だわということでね。関東来たらね、ぜひね、聞こえないで遊んでくださいよ。まあでも関西の方が店舗数多いですからね。関西でもいいですよ。それから飛行機行くために関東来ちゃいますよ。引っ越す？ワンチャン。いや明日だけ新幹線。新幹線で小田原だったらね。超便利なことがありますからね。1時間半ぐらいで着くんじゃない？藤山今日はプレミアム曲見ててよ。そうですね。見たいですね。サムが出るとその後当たりが続かなくなるジンクスわかる人いる？それはありますね。あるある。コムの最低条件はカンコレのパチモノについて詳しく語ることでお願いします。やめてください。すごくわかる。プレミア出ると止まる。同僚に手を出すくらいの恋愛プロのコムさん、明日マチコンに行ってくる私にアドバイスをください。マチコンに行ってくる私ってことはまず女性の方ですね。いやまず同僚に手を出したわけじゃないんですけど。え、そういうことでしょ。同僚じゃないですね。何部下一緒だろ。余計やばい。お、メンソレ。はい。どうなんですかね。やっぱマチコン女性の方行かれるやったらやっぱりもう。気になる方にはガツガツ行くべきじゃないですか。まあその場限りの出会いかもしれないですからね。やっぱり後悔のないようにしたいですね。お給水懐かしい筐体の感じということね。寝台なのになぜ2なのか。あ、お給水2にした理由ね。こいつはただのリメイクではないですよ。藤原早速海モードで打つとはさすがは海好きですな。そうですよね。沖縄選んでる意味ってなるんですけど、でもちっちゃいフグとか懐かしいやつも出てきますよね。全然気にならない。あいつ超懐かしい。俺久しぶりってなりましたもんね。ああ、なるほどね。打ってみてね。コム何真面目に説明してんだよ。もっと面白く説明しよう。面白くって何？藤井今日も来たよ。頑張れ。ありがとうございます。あちゃん昨日の新宿3丁目見ましたか？見てはいけない放送レベルでしたということで、当たんなかったらしいね。新宿はおにぎりなんですか？おにぎりです。あ、そうなんですね。何が当たんなかったんですか？シーフォギア。ああ、でも1時間じゃね。ライトミドルは。いやいけるっしょ。いやいけないこともありますよって話でしょ。ゆうぱちなんだからどっかの鉄砲みたいに時間ギリギリに当てるなんてダメですよ。あ、そうですね。頑張ります。今何分ですか？まだ10分。まだ10分です。でも実は僕神奈川今週からなんですね。このお給水が。あ、導入がね。そうなんですよ。で、なんで導入してから1回うちに行ったんですけど、僕のまだ通算成績大当たり0、通常400回転、魚群なし。あんまり自信なのに。魚群なしがちょっともう相当悩ましたよ。今日はね当たるんじゃないですか。なんとかね。左のおっちゃんも右のおっちゃんも5回転以内に当てんのに、僕は400回転ます。いやね、好きな台ほど当たんないもんなんですよとね。コムおめでとう。ありがとうございます。藤山打ってる方は夏頃に入れたアグネスと似た感じなのかな、スペックは。いやまあそうですね。アグネスでもあれ99ですからね。まあ普段の海といいますか、夏頃出たアグネスってあれじゃないですか。あ、夏頃ってこっちか。119分の1。はいはいはい。これとまあだ設定のところの違いじゃないですか。まあ似て。あ、こいつこのフグのこと言ってます僕。茶色いやつね。はい。でもこいつ一人で来ても何の意味ないんで、3人で来ないといけないんですよ。なるほど。いつも友達連れてこいって言ってるんですよ。フグにね。はい。もう完全な海好きの発言ですね。普通の人絶対言わないよね。友達連れてこいって。あと沖縄ステージのこの。ぴょこぴょこって4人出てくるやつじゃないですか。あいつにもいつも師匠を連れてこいって言ってるんですけど。白い服のやつ。あ、白やと熱いっすよ。あ、白やと熱いっすよね。なんか紫というか紺というか、4人組のこと言ってます。で、真ん中に誰か連れてこいってことですか。そうなんですよ。せめて4人やったらニコニコしとけって言ってますね。もちろんあっちゃんはコムに出産祝い渡したんだよね。あ、今日聞いたんだよね、僕ね、用意してないんですよ、ごめんなさいね。こんばんは、コムさん、藤谷、懐かしい横須賀にいましたよね。あ、私が好きなアイマリンだということで、いらっしゃい。はい。コムは横須賀いましたよね。いました、いました。昨日海打ったんだけど、ラインすべて亀で埋まるっていうプレミアが出ました。コケパンは今実家ですか？そうですね。藤谷、部下に手を出す女子どう思いますか？部下に手を出す。ああ、そっちの手を出すですね。手を出すっていろいろいろんな手を出す。まあそうですね。最近の世の中。まあね。藤井さん、次の放送が今年最後だよ。1年早いですね。早いですね、本当。こんばんは、店長に設定1を打たせて顔に泥を塗るゲスな主任がいるお店はここですと果たしてどうですかね。あながちなんですよ、間違ってない。果たしてどうですかね。アトラクさん、フェニアン .com のパパ、こんばんは。こんばんは、こんばんは。フグ懐かしくて漢字わかるわ。そうなんですよ、懐かしいんですよ。コム、子供、結婚して子供できたからって調子乗んなよ。ありがとうございます。ちでもおめでとう、幸せな家庭作れよ。優しいじゃない。めっちゃいい人や、めっちゃいい人。フレッシュローのコメントいきたいと思います。ごめんなさい、お待たせしました。堺町のスタッフさん、こんばんは。いい設定で打つと聞いてる、いらっしゃい。堺町のシダ配信って海かスロットが多い印象ですねと。ああ、そういえばそうかもしれないですね。もうなんか完全に僕の趣味方向が生活するのやめてもらいます。バトラ君、日付変わって今日誕生日ですよね。そうなんですよ、おめでとうございます。お疲れ様です。設定付きパッチが見れると聞いて、いらっしゃい。皆さんこんばんは。先日堺町の新フォギアで1400ハマりました。その4日後1200ハマりました。もうスキップして、ガイアに行くよ。やめてやめて、もうコーナーに来て。旧大のおきみつもまだまだ置いてあるお店もあるみたいですね。個人的にはパチ歴浅いので、おきみ3の印象が強い。お、なるほどね。おきみ3はあれ優秀でしたよね。あれ16ラウンド、ミドルの16ラウンドより出玉多いですからね。ああ、なるほど。3はそうなんですよ。そうですね、あいつ超優秀ですね。昨日の新宿放送の新ホギャはやばかった。白保留レバブル外れ、青保留からの赤保留外れ、絶唱ゾーン外れ。さっきのコメントの方もそれ、新宿店と間違えてるんじゃん。ディラーの外れどうすれば当たるのか。なるほどね。倖田組1時間ギリギリで当たったテンポがライトミドル余裕って言えますか。いやでもこれライトミドルって言ってもすからね、はい。まあでも今日はね、さすがに100分の1ですから当たりますよ。これ2人ともちょっと時計チラチラ見始める時間帯になってきた。ちょっとどっちか先にね。でも店長の方すでにもう今308ハマってますからね。今日のね、お客様の残りからね、おかしいな。この間偽物語のゆうパチって1時間で1万発出した。すごい、あれいいですよね。いいっすよね、あれはいい。16ラウンド比率が50%ありますから、右打ちいっちゃえばっていうところですよね。右行ってしまったら出玉もねついてきますから。藤原、設定付き打つと絶対コムのことを疑うからな。だから毎回言ってるんですけど、自分でやってくださいっていう。ここで人間関係いいのか悪いのかよくわかんないよね。自分でやってほしいんですよね。私は平日は、閉店前2時間くらいしか行けないんだけど、今日は16ラウンドを含んで6000発出たよ。おー、すごいね。いいな。昨日の新ホギは赤保留、絶唱デュランダルからの絶唱金持ち立て続けのはずで、ひどいな。フルコースですね。それ見れることの方が逆にね。富士庵の台はリーチはかかるけどスーパーに発展しない傾向ですが、全然まだ1回しかリーチスーパーになってないじゃん。こういう時ってあんまりいい思いをしたことがない。確かに。おきみ3だけスペシャル魚群タイム搭載してたのって。ああ、そうですね。富士庵の放送も月1は寂しいよ、よく言えばもっと見たい。あらっす。コム打ってる台の島唄がいい。ああ、いいですよね。やっぱりフジアン設定値打たされてるんじゃねえか。あともう一個目標あったわ。僕この沖縄シリーズの「ラブダッシュ」っていう歌あるんですけど、僕その歌が海シリーズの楽曲の中でも一番好きなんですよ。あ、じゃあ大当たりしたらその曲に変えるみたいな。そうなんですよね。それ多分連チャンさせないとあれですよね。「てて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 」ってやつですよね。あれが一番好きなんですけどね。そんなん言う前にとりあえず一回当てます。そうですね、そうなんですよね。まず当てないと話にならないんですよ。コム、何店長様の回転数作ってるんだよ。だったらカンコレのパチモノについて教えてくれよ。やっとスーパー、に行きましょう。やめて、裏ボタンでも開かんかったから。ああ、ダメですね。ダメですね。今日友人がストライクウィッチーズって16000発出したとか言ってた。5万くらいプラス、すごい。設定付きだと最大10ラウンドだから少し物寂しい。まあ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 。でもその比率が多いんで、まあ1回あたりで鳴らしてしまえばって感じですよね。藤原、静かな挙動だけど油断してるとノーマルから急に走ったりする。そうなんですよ。油断はしてません。あつろくさん、お願い、堺町店の放送を毎週1回にやっという話題になってください。毎週1回にフェニルってどういうことですか。昇格してるじゃないですか。コムどう？いやないです。夜の方が暑いんだっけ。そうです、夜が一番暑いです。設定1ってひどいやつなら混む。あのネタでまた炎上するかやめてなんかもうそのみんなそのなんか脅しに使うのやめて新宿放送 YouTube でバッと押されてるかなって見に行ったらグッドが多くて急にホッとしました。YouTube はねいいねボタンありますからね。皆さん今日の放送もぜひいいねいっぱい押してください。いいねお願いします。いいねいっぱい押してください。あとチャンネル登録、まだ当たってもないですけどバトラ君の投票は終わりました。ちなみにそうですね38位ですよね。ご投票いただいた方ありがとうございました。今晩はいつオクラハマに行くんですかもうそろそろじゃないですかねもうだいぶ僕も頑張ったんで、もうまあでもねもうやり残したことはないかな。ないですねもう大体やりありがとうございました。嫁もおこれ熱いんじゃない。なんか俺いつもなんかそれ結構当たるイメージあるんだけど。いいよ夕方になったよ。なんか斜めにこう行くやつ結構俺やばいやばい。俺も早くここあ1級プッシュボタンは来ないですね。さあどうでしょう、混むチャンス。タコダメ。あれ混むまあまだ10分ですから。なんせ今でちょっと一回やっと視聴者の方画面に引きつけることができた。そうですね今がチャンス。言うてほら僕の方はメインじゃないんで。そうねメインはやっぱ設定付きの方ですからね。比較していただきたいんですね。店長がハーレーなら僕カブなんでサブみたいなもんですから。だいぶ違うな。海はマジで何の変哲もないノーマルから当たることあるからな。そうなんですね。コムあのネタって何、あっちゃんは知ってるんですか。それはねカンコレネタじゃないのコム上司の設定を1にするなんてひどいな。コゲパンとドットコムが泣いてるぞ。ドットコムは泣くのが仕事ですから。それが3回続けばよかったの。うねってるやつがね。いいねは当たらなきゃ押してあげないよ。2人の腕次第。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。もうほんまに早いな。これ放送前に言ったらその当てるんなんか朝飯前っすと当ててたんですけど、もう早3分の1が終わろうとしている。やべえ本当に。あと40分。今日も小窓の方はイケメンですね。和骨です。ありがとうございます。いらっしゃい。バイト雇ってますね。今日バイト雇ってるよな絶対。大事。堺町放送毎日にした毎週にした方がいいとか。いやでも違う。これが視聴者の声ですからね本当に。だからフジヤにはもっと放送出てほしいとか、もうコムもっと出ろよみたいなねところですよやっぱりね。まあやっぱ昔からほら2人は結構出てるじゃないですか。ニコ生ね、キコナチャンネル始まった初期から2人はね出てるからね。やっぱり皆さんの印象も長くなりましたね。長いよね。だって同じだけ年取ってるからね、見てる人もうちらもね。そうですね。コム間違ってるとお前が株ならフジヤマは F1 だぞ次元が違いましたね。すいません。当たりゼロの時でもいいねをしてるけどやめた方がいいのか。ぜひ毎回再生したらもう無条件でいいねを押してください。そうすると何もダメなことないですよ。誰かが動画を見るときになんかそういいねとかいっぱい押されてるやつはね横に出てくる可能性があったりするんでねそうするとほら見る人が増えてほらキコネチャンネルが有名になっていくみたいなね。押していただきたい気持ちはやめますけどね。まあ当たりゼロで当たらん甘海2台深夜におじさんが打ってていいねしてくれて相当優しいですよ。そうねいいねのハードルが相当優しい。てかほんまいつになったら魚出てくるんだよ。コムが今選んでるモード自分は選んだことないんだけど花が光れば当たりなのかな。そうですね。告知系ですね。関東直入に言えばハイビスカスが光ったら当たりです。沖縄もなんやねんこいつ。韓国のパチモノ富士のもえもえなんちゃらっていうやつなん。いやもうやめてもうこれオルコロ下り毎月やってるけどもういいってごめんって。ああダメもうほんまあかんわ。僕のもこれ多分 CR 泡物語かもしれない新しい泡物語間違えた。ちゃう台導入してもうたわ多分このお店の冷凍を教えてくださいよ。4パチないんですか。そうなんですよ。4パチはないですね。はい、冷凍は 2.5 円パチンコ、はい、1.25 円パチンコ、はい、0.625 円パチンコ、はい、12.5 円スロット、はい、2.5 円スロット、はい、これを全部言えるようになったらあなたもタウンライトマスターの定価専門店となっておりますの で、ぜひ気軽にね、はい、遊びに来ていただければと思います。あっちゃんから毎日バイト頼まれてますいいねも組織票が入ってるの。いやでもね、思うよりいいねって押されないんですよね。ああ、そうなんですね。ああ、大体結構みんなじゃあいいねのハードル高いってことなんですね。高い、でも実際自分も YouTube 見てていいねとかあんま押さなくないですか。まあまあまあ、確かにあんまり押さないですね。本当にフジアの放送増えてほしいと思ってるよ。ついでにコムも見れるし、あざますついででも嬉しいです。今日コモンちゃま打って400まではめて確変入ったのはいいけど、3ラウンド3回引いてフィニッシュしたつらい。いいねを押すとあっちゃんの給料も増えるんですが、全然増えないんだけどね。でも気持ちは嬉しいですよね、うん、僕の給料ってどうやったら増えるんですかね。知らないですよ僕の給料どうやったら増えるのか、上の人に掛け合ってください。そうね、僕でも1個だけ手っ取り早い方法知ってます。あ、ちょっと教えてください。プライベートの時間を売ることです。ああ、副業海2は51の方がああ、なんか娯楽パチンコですよね。あっちじゃないです、普通のやつというか、あの仕組みがちょっと僕もあんまよく分かってないんですけど、いや、まだ足りないです。はい、今来たコムパパもちろん当たってるよね。ああ、やっとボタン来るかダメだダメだ、気持ちよくない今のは。あそこはなろうよ、今のはなってよかったところだよ。頼む、ほんまにやっとボタン来たと思ったのに。モード変更ってどのタイミングで切り替えますか。熱いリーチ外した時とかですか。僕はもう絶対切り替えません。僕も絶対切り替えないですねずっと同じやつで。カンコレの位でまだまだ優しい方だと思います。横須賀の店長さんは他店舗でも毎回いじられてて、たまにやりすぎって思うくらいです本当ですか。まあほぼいじられまくりですからね。藤庵泡好きやな。後藤店長も泡好きなんだよ、違う意味でまあ確かに僕も泡物語って言った時点でなんかそっちを想像させてしまう。そうね、僕の発言に問題がありましたね。2人ともそろそろ本気で打とうぜ。藤庵小室は設定1、魚群なし、ガセアは多めにしてるらしいそれほんま、そんなカスタムあったら最低コムもなんていうか毎回ダンス踊ってるけど、踊り好きの変な人なんですか。違うよ。コムこれからは奥さんのお子さんのために仕事頑張ってね。頑張ります、頑張ります、ありがとうございます。この前のバイト代が払われていません。あれ振り込み先間違えたかもしれない。藤庵気にするのは君に期待は1ミリもしてない。まあコムにもだけどなまあなんかあんまりなんかすげえなっていう展開最近ないですよね。そうなんですよね。ないっすね。最後もうこれいつの話はシンフォギアぐらいじゃないですか僕。ネギマ、ああネギマ面白かったですね。そういえばこの前鬼武者打って3回転で金保留来て外れました。コム責任を取ってください。すいません。あれ結構ガセるね。あ、そうなんですね。あっちゃんの給料増やすには焼き鳥をあわおむいいよもう一発来い。例えばちょいちょいパッチは消える。ボタンは来ないか。ツイキャスコンティニューコインありがとうございます。皆さん今日も楽しく頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、本当やべえ。ボタンは優しく叩いてください。はい、すみません。優しく押しましょう。お客様ボタンをグーパンチで叩くのは気持ちが強く入りすぎでしょうね。試しに打ち手2人入れ替わっていいんだよ、超オカルト。あ、なるほどっすね。それはでもあり。これスーパーリーチに行きます。あ、行く。これはあれなんですよ。このステージだけチャンス目来たらその保留台でスーパーリーチに行きますんで。このステージっていうのは海。いつもの海っすね。まだ続き。はい、さすがよく知ってますね。なんで一匹友達フグ判別さあリーチ終わった完全に終わった。ハンドルから手を離していたのに。ちょっとダメかな。はいコム君もう生まれたのか報告して、ちゃんと責任取って養育費振り込むからね、コケパンちゃんも安心してねということで、これ本当のお父さんからかな、本当のお父さんからありがとうございます、あとは独立したら主任振る、まあね、うちはダメだって、無心で打たないと玉は出ないよ、そうっすよね、うちはの新ホギアはすごかった、ありがとうございます。今日のご注文、泡増し増し、ウィンモードのチャンス目はガセないんだよね、当確ではないけど、フジアン詳しいな、プロみたいな、コムめっちゃ大人になったよね、ありがとうございます。おき海の海モードは煽りガセないからいいよね、海って魚群出ないとき本当に出ないよね、この前角円当たるのに泡だった、やっと時短で出た魚群はあっさり外れた、それ結構ありますね、2.5 円パチンコ、友人と連れ打ちとするときにはちょうどいいレートだと思う、4円だとすぐ終わるし、1円だと大勝ちって印象がない。なるほどね、確かに。堺町のねぎま配信から自分は天のねぎま打つようになりました。最高、本当ですか。最高20連で1万発出ました。めっちゃ面白い。今のフグ1匹通った画像をサムネにしませんか。だったら3匹出てるとこにしようよ。そうっすね。早く淡姫物語当ててよ。そうなんですよね、淡姫じゃない。正確には大泡からノーマル外れもある。ああ、そうですね、ありますね。大泡もスーパー行ったら当確ですけどね。あっちゃんの MC 個人的にはめちゃくちゃ好きだから独立でもいけると思う。ありがとうございます。ふじやんごめんね、30分経ちましたよ。やばい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 ぞ。プレミア部分なんて二度と言わないから普通に当たりを見せてくれ。ハードルがちょっとね上げすぎたから普通当たりだけでも早くしてくれと。オープニングからサムとか言うからあかんの。サムどこ行った。おかしいな。まあまああと30分ありますから言っても逆に逆転の発想っすね。ちょっと待って、ほんま魚群、ほんま、それ見つかる時あるんですか。覗き込んで出てくるもんなんですか。あ、いたいた奥にみたいなのあるんですか。違う、探そうと思ったら画像のこの触った時に違うやつが出てきてめっちゃびっくりする。ああね、魚群は出ない、マリンは仕事しない、なかなかスーパーに発展しない、でも海打っちゃうんだよな。そうなんですよね。何気に友達連れてこいが向山意外といいやつより、笑ったんだよ。絶対人には話せないんだけど、コムファン昔から人に言えない。言っていいよ。人に言えないコムファン。いやでも嬉しいですね。それはまあ SNS とかに上げない方がいいっすよ。ああでもまずコムって誰から始まりますからね。それはあんまり言い過ぎたら藤正治さんとか藤正治さんとか藤正治さん、名前出さないでください。本当にやめてください。延長だな。やめてください。僕いつまでその陰にビクビクしながら生きなきゃいけないんですか。よくやっちゃうやつ、魚群探し。昨日の新宿3丁目はコムの番長以来のひどさだった。あ、本当ですか。じゃあ相当ひどいっすね。いや当たりもやばそうだから魚群くらいは見せてね。あ、当たらない魚群でも。おお、来た。光ってるよ。それこれちゃうでしょ。僕でもこのステージ選ばないんであんま知らないんですけどね。これは当確ではない。わかんないです。待ってください。当たりちゃん。おお、ありがとうございます。当たりました。やったね。おいおめでとうございます。当たったコムおめでとう。やった。いいね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 。お願いします。チャンネル登録、チャンネル登録、早くコムいいねお願いします。あ、いいねなんだ。いいねください。今いいねが欲しい。今いいねが欲しい。今いいねが欲しい。あと明日うち来てください。はい、お願いします。勝った時点で濃厚。ありがとうございます。覗けるやついいなと。次回の海に搭載してくれないかな。ああ、魚群。でもなんか昔の代魚群待機みたいなのありましたよね。ありましたね。来い。ああ、それ来いって思ったらあかんって言ってた。聞こうのはあっちゃんの MC だから見てるまである。ありがとうございます。俺もコムファンだぞ、だからカンコレの版権関係について語り合おう。やめてやめて。コムのくせにおめえコムさ319当てたレベルで大喜びしてんじゃないよ。そうなんですよ。いやこっち結構必死ですよ。99だと余計にプレッシャーありますからね。一応この後何回転 ?5 回転の ST で何分の 1? 9.9 分の1ですねになるんでなります。コムなんで空気読まないんだよ。設定付きの当たりが見たかったんだよ。ごめんなさい。上司より先に魚群出して、しかも当てちゃうなんて本当にひどいな。ごめんなさい。でもおめでとう。藤原事故だ。さっき打ち手入れ替わろうって言ってた時に実行してたら当たってたの。ますね。いやでも違います。それは変わってたら当たってないかもしれませんし、両方当たったかもしれません。あ、ハイビスターさん光った時点では大谷濃厚なんだね。なるほどですね。コムこうなったら合間に見せてくれる。頑張ります。3年カメのやつもリメイクしてほしい。ああ。ST はねもう本当何もなく終わりそうな気がします。そんなことないよ。25の方やったん。これ25です。ああ、皆さんはデモ画面で魚群占いする派ですか？信頼って占いできるのかな？ああ、これできるんですかね。ああ、デモ画面します。うん、あ、そんなんやってる時間ないぞ。いやまあまあでもそういう時間取ってるからね。でき多分できないと思うんですよね。できない？はい。藤谷に質問です。海モードの魚群は他のモードで出る魚群よりも期待できるって聞いたことあるんだけど本当なんですか？いや一緒っす。どこでも一緒。多分一緒だと思います。はい。コム見たかった魚群それじゃない普通のやつなんだけど。あ、すいません。オカルトかもしれないけど左ラインのリーチが続いたらモード変えると当たりやすい。あれないっすね魚群占い。あ、ない占いなし。抜けた。あ、コム抜けちゃったのね。もう抜けてます。ちなみに僕魚群占いある台は基本やらないんですけど、やるとしたら何回かアワーを3連続ぐらい出して次ぐらい魚群やろうと思ってそのまま打ち始めるでしょ。魚群見るまでじゃなくて魚群はちゃんと自分で出します。なるほどね。ああ、液晶の上に仮面焼くものが3匹あるやつか。あ、光った。光りました。あ、光ったー。大当たりのおこ。おどうしたどうした。調子いいよ。調子いいよ。はい、2連チャンおめでとうございます。21回転やったでおい。これはまた時短少ない。ほいほい引かんのそれ。面白そうやな。その台面白そうやな。ありがとうございます。ありがとうございます。この辺読んだね。よし。また光ってるということでコムが2連チャン。コム素晴らしい。お子さんも喜んでるぞ。ありがとうございます。喜んでる。あ、来ましたよ先読みが藤谷に。いや僕はもう無です。あ、無の心ね。これや。あ、ノーマルや来た。ノーマル当たり。当たり。ノーマル当たり。当たり。さすが。え？あ、これさ、あ、びっくりした。あ、びっくりした。ちょっとびっくりした。びっくりした。あ、じゃこれは当たるんですか？だから法則崩れですね。法則崩れで当たりね。はい。吸引ってなります。はい。勝った。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。よかった。お、夜。お、コム。からの。はい、コム。よっしゃー。今日初めて見ます。いいねお願いします。はい、いいねお願いします。2人とも当たりました。おめでとうございます。やったでおめおめ。長い。まあでも僕ここから70回であるんでね。あ、そうですね。時短が。藤谷な言っただろ。無心の作戦だよ。藤谷おめ。でも無心で1回何事もなかったんで僕ほんま。なんか出てきそうな。藤谷今日もう帰っていいんじゃん。当たりましたよ。ほいほい当たるコム。面白くない。なんか面白いことやって。おいおいおい。コムその花が光ってる状態で外したらサム外れ並みの伝説を作れる。おお。それはそれで面白そう。藤谷マジですげえな。ほんまよかったです。いやマジで僕の口が泡物語になると思った。そうですね。じゃあ実戦上ノーマルリーチは。先読みで当たりと。そうですね。はい。で、藤谷の台は一応 ST が10回転あって、その間に10、まあ20分の1は切ってるような感じなんで。17点いくつだったかな確か。6で 17.7、はい。1で 19.9 する。はい。分の1を当てるということですね。おっ。ああ。いや魚群は美しいですな。そうですね。美しいですね。ハイビスカスモードは連チャン率高い。おお。昔からコムファンって書いたものだけどコムって昔からいつもリスナーの言葉にうんうんみたいな感じだったよね。まだコムと奥様が付き合ってない時に。本当ですか？じゃあいいね、了解です。泡物語、はい、いいね、あどす。リスナーが付き合っちゃえばって言っても笑ってたもんね。そういうとこが好き。いやでも、うん、そんな皆さんの知ってるコムが、うん、やっぱりそのドットコム生まれたことによって、はいはい、なんか本当になんかやっと人の気持ちを手に入れたんですよ。前までそんなもう本当優しさを手に入れた。本当もう人の話なんか、はい、まあ7割5分聞いてないですよ。そんなコムがですね。そんなコムがいいようですね。人の心を手に入れました。はい。それもひとえに皆様のおかげだと。ありがとうございます。まあやっぱりありがとうございます。人の父親になるとね、やっぱ変わるんですよね。やべ、もう俺の ST は終わるぞ。海は奥が深いな。ここから60回でありますので、なんだかんだ2人とも見せれるお店はどこですか？ダウンライト小田原栄町店です。40分。うちは本当におめでとう、コム空気読めよ。海2は最後のチャンス画面のマークで設定したがある。ああ、ありますね。はいはいはい。だから藤山は当たるって言ったら、俺はやる男だって信じてたんだよ。ありがとうございます。これ読んだかな。あ、惜しい、これ3が。はあ。12345やったらいいんですけどね。なるほど。あいつなんで。なんかウリンチャンス。はい。コムのところで男の子女の子どちらでしたか？女の子です。コムまえちゃん四街道でさらにヤバくなってるぞ。そうなんですか？僕が知ってる限りもうすでに限界値だと思ってたんですけど。そうそう、コムって適当に相槌打って適当に答えてて、たまにリスナーに暴言を吐いてたよね。そうなんですよ。でもそんなコムがね、父親になったのね、はい、コムがコムの横須賀時代はすごかったと。緊張なのかしゃべり声、おお、来た、夜よ、夜よ、あ、夜です。これ月もさ、三日月より満月の方がいいんだよね。満月の方がいいですね。よっしゃーい、すげえ、コムが連チャンしてる。おめでとうございます。誰おい、コムが連チャンしてます。皆さん、コムが連チャンしてます。いや、人の心を手に入れたら皆さんも連チャンするかもしれませんので、でもほら、やっぱ子供が生まれたことをね、海物語もね、やっぱり結果的にはやっぱりあれですね、自分が負けてる時も人に優しくしましょう。それは大事、それは大事です。店員さんに当たったりしちゃダメっすよ、やっぱり。良くない。海はやっぱり時短で引き戻す能力がないとな。そうですね。やった。YouTube 上がったらいいね押しておきますね。お願いします。おきみ2の方、サム待機する演出が出るときって、保留入った瞬間に画面に反映されました。どうなの？されない。知らないっす。わかんない。全力で見たいっすけど。アイチンさんっていうこのシグマ型ね、今まで人の気持ちがなかったから某藤井商事の代をカンコレのパチモンとか言っちゃってたんですね。でももう心入れ替えてますんで、なのでもう、はい、水に流してください。藤井商事さんお願いします。昔のコムは人の心がなかったの、コムファンと言ったものだけどやめようかな。成長したな、あれなんでだろう。コムのよっしゃにすげえイラッとする。パパは。いや、それわかりますわ。だからコム空気読めよ、上司に忖度するのも社会人に必要なスキルだぞ。アイマリンが見たい。アイマリン見たいっす。出そう出そう。アイマリンとサム同時に出せたらすごいな。かっこいいですね。多分それをもうサムネにしてほしいです。そしたらめっちゃ伸びる、めっちゃ伸びるし、 YouTube のサムネにしてほしいです。うん、したい。フラッシュの長泣きが大好き。ギギギギみたいな。そういえば今日サム出すって言ってたよね。出るかな。いやいやいや、煽られてますよ。違うんですよ。そんなサム出すって言って最初に出したら、もうみんなサム出たしと思って、ああもうみんなやめちゃうから、皆さんお休みになるでしょ。なるほど。そう、最後の最後に、あと15分だけど、それを最後、あ、よし、ここでサムも出てくるかもしれないですよ。かもしれないですよ。はいはい、ハードル上げてきますね。もう一回もう一回。お、はい、いたいたいた。はい、さあ来るか。なんでや。こいつお前。あわ。可愛いやつやぜ。いや、藤山さんですよ。出すに決まってるじゃないですかね。サム。そうですよね。外れ。はあ。つるっちゃうね、もうこいつ。コム合間に出なかったらカンコレのパチモノについて語ってもらうから。やめてやめて、本当に。コムサムネにしたい、サムだけに。今のところ、サムネは、友達連れて恋のところだ。よし、藤井やん、赤魚群を出そう。あわ。き熱いな、むしろ堺町放送を見るたびに萌え萌え男性層を打ちたくなるんだよなライトミドルの偽物語みたいに 100% 確変で安心スペックだし、スペックいいですよね、うん、泡物語萌え萌え男性層って富士商事に謝罪するよりもゲームメーカーに謝罪してる。あ、もう本当すいません。富士庵わかるよ。サムは、皆さんが堺町店で出してくださいねってことだよね。はい、みんな混む、子供生まれたら良くなったっていう感じだけど、昔はそういえば2次元とか3次元とかの人だったもんね。キモ。確かに。最後なんか普通に暴言吐かれて終わりましたよね今。うん。いやマジであーでもほら設定したの画面が出たりするから抜けてすぐ当たるぐらいがね、やっぱちょうどいいんじゃないですか。もしかしたら4、5、6確定画面とかね出るかもしれないですから、むしろ白魚軍かな。コム結婚して FF14 は引退したんですか。引退してないです。コムキモ。ありがとうございます。なんか増えてきたぞ、増えてきたぞ。さあ残り3回転、残り3回転。はい、これでも最後の最後ちょっと粘ろうとはしてる僕の気持ちは分かってください。リーチが来る。惜しい見てんのに。さあコムもリーチですけど、おやる、粘ってる粘ってる、いいよ頼むぜ。おいし、おい、コム5連チャン、ボタン出てきたよ、ボタンが出てきた。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい、自分また誰やん楽しいな。さあ抜けちゃいましたか、これや。あ今邪神出た、無心や、忘れた忘れた、よく書いたぜ。あ今度は7ラウンド、あ普通に6ラウンドです。はい、どの店舗もずっとガロやってた時のコムは引き弱く本当にイラついてたよね来た。じゃあ真面目に、街頭図柄が通り過ぎるときボタンを押してるんだね。そうなんですよ、真面目なんで僕、両親が亡くなったので家の整理をしていたら40年以上前にきっと誰かの結婚式の引き出物の鰹節セットが2つ出てきてイラッとした40年前はすごいですね。ちょっとあれサムダスとか言ってた人誰でしたっけ。お前そんな自分あれやで、そんなやつあかんだよすいませんコムになってる。今一番高い台は何ですか。マイジャグラー4じゃないですか。ああセイントセイヤ、セイントセイヤですかね。パチンコで一番高いのって何なんですか。何ですかね。北斗無双、北斗無双もあれですからね、検定は切れちゃいますからね。ライダー、あ、仮面ライダーもありますね。仮面ライダーあります。はい、うち来てください。コムその筐体の振動もなかなかいいよね。いいですよね。大海はクリスタルでやってます。ああ、クリスタルいいよね。大海はクリスタルで打ちます。おきゅうみ2の方ってミスマリンちゃんも前任の方が出てくるんですよね。多分そうじゃないですかね。そこは変えないと思うけど。あ、新しい人なんだ。いや、わかんないです。いかんせんまだ1回しか当ててないもので白ハイビスカス大きいのが出たやん。あ最後に通り過ぎたでっかいやつ。なんか当ててるコンボ見ると本当にイラッとするな。今後もカンコレのパチモノについて言い続けよう何なんだよ。で2次元3次元を好きなコム、結婚、お子さんを経験すると今はその世界はどうなったんですか。いや今でも好きですよ変わらず、変わらずです。そこは変わらないですよ。さあ残り1人で来んなって言ったやろめちゃめちゃフグに怒りを込めてるじゃないですかフグに話してるのうちの店長まあ確かになんかフグは見ちゃいますよね。なんか打ってるとでもあいつが1人やのに当たった時はもう手のひら返したよかのようにあいつに感謝します。なるほどね。クリスタルの歌恥ずかしくないですか。全然というかなかなかアイマリン連チャンすごくない。普通に見てたけど、ありがとうございます。今5連ですね、はい。何なんだよお客様のため成長したのか。ありがとうございますね。トムってフジヤンのこと尊敬してる？見下してる？見下してるわけないじゃないですか。見下してるわけないじゃないですか。でもそれもなんで最近までは見下してたんですけど、いや見下してないですよ。子供が生まれてチャラチャラぐらいになりました。やめてください。なんでチャラなんですかしかも。NG コメントですね。どうしたの？こんなの私の知ってるコムじゃない。そしてフジヤンの設定低いんじゃないの？そうなんですよ。毎回なんか設定低い疑惑が、ね、毎回あるよね。毎回このくだりやられてるんだけど、でもコムが嘘ついてない限りやっぱ皆さんに夢持っていただきたいのは、うん、ちょっとハマったぐらいじゃやっぱその設定6も1も変わんないんで、やっぱり分かんないですよね、はい、119分の1とだって言ってもそんな分母の10とかっすよ、そこまではね変わんないかなって気がしますよね。分かんないですからねやっぱり、はい。タツノオトシゴ3匹出たらチャンス。ああ、タツノオトシゴでもこれになって見てないんですよね。あいつ引退したんかな。引退とかあるの。当ててるコムイラで爆笑、気持ちはわかる。わかるんだ。わかるんだ。コム実は、強引にアイマリン設定つけて6にしたやろ。いやいや。それできるんだったら俺多分もうメーカーとかにいますよ多分。お、夕方。まだ夕方です。ああ、夕方ね。1個のやつはなし、うん、ボタンも出ずですね。そうやな、タツノオトシゴ出えへんな。コムいつ赤ちゃん生まれたの？付き添ったの？付き添いました。あ、付き添えたんだ。付き添いました。感動やっぱり感動ですね。泣いた泣きました。泣くんだ。泣きましたよ。すごいね。多分その涙がコムを変えましたと僕は思っています。陣痛始まって途中で一回僕仕事行ったんですよ。で戻ってきてもまだ生まれてなかったんで、そこからあ、これ俺先言ってたやつです。そこから徹夜です。徹夜。皆さん、そしてコムがいつものコムじゃありません。もうこれは6連目をかけてる。しかも時短の44回目。はい、来ました。ありがとうございます。素晴らしいね。楽しいね。これで6連チャン楽しいね。コム泣いたの人の心あったんだ。コムあっちゃんのことはどう思ってる？あ、俺のことをコムが？いや、ムースね。って感情すらない。ムース。漢字一文字でム。ムってなんすか？違うよ、コムは自分が目立ちたくてフジヤンの設定低くしただけだよ。なるほどっすね。何年の付き合いだと思ってんの？まあ5年。コムが不倫チャンス、しかも当たってるしまだ。コムウリンチャンス外して、サム復活を見せてくれ。あ、ウリンだ。やっちゃったけどね、普通に当たっちゃいましたよ。不倫チャンスはした。不倫チャンスはまずいですね。昔は鬼のコムと呼ばれていたのかな。これ外れたら大ハマりする。当たりました。ウリンちゃんは外れてもサム出てくるのを期待しちゃう。今年の漢字一文字は「む」ですか？今年漢字一文字に表すと何ですか？何っすかね。なんだろうな。今年僕あるじゃないですか、やっぱり。あ、今年か、あれ、今年か去年で言ったら復活の「ふ」みたいな感じ。ああ、まあ確かにね、フェニアンですからね。今年漢字一文字、今年なんだろうな。コムはもうこうとかさ、こうとか、いやもういろいろありましたからね。結婚も今年ですし、あ、そっか、生まれたのも今年ですし、今年も本当いろいろありました。じゃあ変化あったし、変態やし変人やから変わるっていう字で、変わるっていう字でお願いします。フジヤンは僕何ですかね。難しいっすね。難しい。何やろうな。まあでも海にしときます。ああ、いいですね、海ね。今年もなかなか海打ちましたからね、僕は。まあ本当に好きですからね、海物語ね。コムが仕事に戻ってきたらフジヤンが奥さんに付き添っててやれって返されたんじゃないんですか？いえ、違いますよ。コムの連ちゃんにイライラする。もう久し知らないふりしてたけど暴露する。観光連のパチモナフジの萌え萌え。やめなさい本当に。やめなさい。不倫チャンス当たってよかったね。災い、じゃない、私は女です。もうだから友達連れてこいって。コム出産で徹夜でしたとか言ってるけど、てめえ当たり前だからな、こっちは命かけて産んでんだからな。本当ですよ、いや本当お母さんってすげえんだなって思いました。いや母は強いよ、母は強いね。漢字といえば次の年号は何だろうね。ああそうだね、平成も終わるんだね。でもなんか調べてたら明治大正昭和平成なんで MTSH から始まるやつはややこしくなるからつけないらしいんですよ。ええ、あそういうのもあるんだね。あとはその似てるやつとかをつけないみたいなとか、はい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 があるんで、はい。じゃあそれ以外のイニシャルから始まるやつだ、なんだろう。富士庵の文字は欲でいいだろう。欲カンコレのやつ、米のやついい加減しつこいよ。戸塚に行った金ちゃんは富士庵を師匠ですって言ってたよ。マジっすか。おあ海って言っとけっていう海って漢字、海の方海か。富士庵残り5分だよ。そろそろどちらか沖縄モードにしてもらえませんか。せっかく沖縄の海なんですから。そうですね。じゃあ責任を持って珍しく僕がやりましょう。おお富士庵が変える。おっあ長かったのに遅い遅い遅い。次の年号は根本に行くないでしょ。富士庵が打ってる海物語のフグはぼっちなんですか。まあぼっちだね、ずっとね1匹しか出てこない。そうなんですよ。藤原サム見たかったけど今夜は諦めたよ。自分で打って出せるように頑張る。そうですね、はい、皆さんで見ましょう。人のサム見てもしゃあないっすわ。確かにそうですね。だから言ってるとこいつはまず友達連れてきて師匠連れてこないかん。一人だとね全然すからね。いつも言ってんのにな。これはでもあれですからね、来ても意味ないんでリーチかからず終わってしまう可能性もある。そうですよね、こういうことになるんですよね。次の年号が右足だったらいよいよ日本も終わりだと思う。どういうこと右足どういうこと絶対ない、うん、あとなんか割と縁起いいような漢字を使うとか、その悪い意味で捉えられるような同姓同音にならないとか、いろいろルールがあるらしいですよ。これって元旦に変わるんですか、年号って。5月1日じゃないですか。5月1日に変わるんですね、はい。じゃあまだ平成は5月までは続くと、隣がサム待機してた。サム待機あるんだ。俺も待機してサム。終わった。開き直れない藤谷の家になんだろう、アジの開き送りつけるぞ。今来たよ、今日鬼武者で1万3000玉出たよ、ありがとうおめでとう。1万3000、やっぱどれぐらいのスピード速いんですか。やっぱ速い速い。月曜日伊勢崎店で打ちましたけど速い。小当たりも速い。小当たりがやっぱすごいんですよね。 1.1 何分の1ですよね、小当たり確率。やっぱ2の娘は短足、足短い。そうですね。コム、今も奥さんは1時間も経たないうちに寝る間もなくお子さんのことやってるんだよ。別れよ。そうなんですよ。そうなんですよ。僕今パチンコ打ってるんですよ。コム当てて調子に乗ってるお前にいいこと教えてやるよ。向山は意外といいやつ。また12345やったんちゅうか。気づけや、さっき見てなかったです。なんで俺言ってるや12345や。見てなかったです。Z ね、Z。見てなかったです。さあ58回転目。どうでしょう。いつものコムじゃない。こいつ友達と喧嘩したんか。大丈夫かなあいつ。一人しか出てこない。そうなんですよ。サムこいってはみごにされてまだまだ一人っすわ。ほんま大丈夫か。でも4人出てもそんなね熱くはないですからね。先読みおいおいおい、もうあいつすらおらんくなってしまった。鬼武者の子あたり本当性能が素晴らしい。あいつだけは裏切らんって信じてたのに俺。今後次沖縄モードにしてみて比べてみたい。わかりました、はい。沖縄2の沖縄モードからレッツマンボウ演出が出るようになったんでしたっけ。多分そうっすね。ピンクマンボウ見れると興奮する。富士庵違うよ、友達連れてこないのは設定を間違えてるからだよ。なるほどっすね。間違えてるからか。いやーでもねもう1時になりますけれども1時間打って1回っていうのはちょっと厳しい展開ですね、今日は。厳しい展開です。おっ、ああ、師匠どころか友達も来ない。そうなんですよ。もう1回ぐらい当たりみたいですけどね。ああ、俺この辺におる子結構好きやねんけどな。あ、好みがあるんですね、やっぱその4人の中でもね。って言ってたら出てきてくれへんかなと思ってるんですけどね。お、ダブル。ダメです、こいつ1人いつも。これもビタ止まり、ビタ止まりのパターンですね。ああ、そんなん言うからあいつもおらんくなりました。コムより見せ場ない藤谷見たくなかったわ。そうなんですよね。藤谷が梅配信してる時の丁寧な解説が素晴らしい。分かりやすい。あ、師匠。しかもやっぱこう比べたらめっちゃでかいっすね。おお、逆。これは来ましたね。楽しい ST 中ですからね。はい、おめでとうございます。展開がいいね。2回転。はい、藤谷の友達になりたくないんじゃないかな。なるほどですね。後半30分めっちゃ好調だな。ありがとうございます。楽しい。あちゃん、藤谷、コム、リスナーさん、今期間限定のモーのソルティーバターキャラメルのアイスが美味しいです。へえ。塩、バニラ、キャラメルだともう無敵ですもんね。間違いないですよね。確かに無敵っぽい。甘じょっぱいってなんであんなんいいんすかね。ねえ。コムはアイマリン出したら完璧だ。4%だっけ。5%です。5%出るかな。でもやっぱり大体あれですよね、リーチでそのまま止まらんパターンがだいぶ多いかな、やっぱり。これでもあれですか、図柄的にその16とかはないですよね。あ、ナイスナイス。だから途中でこう花が降りてきてみたいな。でもこれね、多分ないと思います。あ、ない。はい。あ、もう、やっぱり青か。あいつ一人やったもんな。もう明日コミュニティ買う。今マジで子供生まれるあたりから信じられないくらいの引き強だな。ありがとうございます。子供のおかげかな。やっぱり子供を守るってことは父も強しやな。でもあれ、よく妊婦さんは引きが強くなるとかね、言いますよね。今月のキコちゃんは信頼より9代の方が調子良さそうですかね。平塚のアリアみたい。あ、平塚は信頼の WA が全然当たんなくてアリア2が当たったのね。どの子やったっけ俺。お、あわ、どの子やったっけな。7通り過ぎてからのブーンって暗転がしびれる合間に。そうですね。ちょっともうほんまそろそろ。ごめんごめん、言い過ぎだ言い過ぎだ。話しかけてますからね、もう。お前にもなんか訳があんねやろな。同情まで始まったんで。出てくる女の子にも理由があると。あわ、伊勢だけで死だしなかったゴジラみたい。あ、ゴジラ。ああ、わあ、惜しい。12345。やっぱコムみたいにムーじゃないと。あれ、なんか画面止まったぞぐらいの感じじゃないとあかんねんな。コムは昔はやんちゃだったんだけどな、月日が経つとここまで大人になるのか。子供に戻れよ。やっぱり僕間違えてた。右から2人目の子が好きやわ。右から2人。お、走った。はい、おめでとうございます。すげえな、マジで楽しい。楽しそう。藤谷の台は399の台ですか。全然そうですね。199にしてもちょっと辛いっすよね。だって結局その仕留めたから良かったものの、魚群もその1回しか見てないですからね。確かにそうですね。やばいっすよ。なんか俺最近魚にそんな悪いことしたかな。おお、これあれっすよ、保留連。保留連ね。保留連、はいはい。すげえ。問題はこの保留連がもしかしたらっていう話です。そうですね。なるほど。それはありますね。ほっぺ赤かった。いやー、マジ奇跡起きてくんねんから。今後ろのマンボが変顔してた。藤谷見たか。コム無心で打ってるから魚も走るんやで。だって僕今リーチアクション表見てましたからね。画面見てなかったっすから。そこの違いか。あー、モーのアイスは期間限定だからで、100円だった。アイスの話で思い出したけど、北海道の方はついに雪が降ったみたいですね。あ、そうなんですね。もう初雪観測されましたね。昨日か一昨日か。おお、ゴールドチャンスです。金ハイビゾーンですよ。いいね。ちなみに、はい、僕の打ってる方にも、はい、その金のやつあります。最後の一生選択のところで、はい、金がおったら、はい、その時点で保留連っていうのがあるらしいっす。あるらしい。はい、お目が炎。そうですね。はい、もうブルブル震えてます。あ、友達来た。師匠や。次は師匠やぞ。頼む師匠、師匠。あ、でもニコニコしてるんでスーパーリーチに開けますね。はい、笑ってると発展するんですね。泡物語や。もうだって名ハイビスカスになってる。名ハイビスカス、それ目やね。なんでそんなあんま嬉しそうちゃうんや。この熱が違うやっぱ海への。あ、これまた4号が情熱と違う。多分思いが全然近すぎて温度差がすごい。目ハイビスカスプレミアやでみたいなね。はいみたいな。温度差やばい。これどういうことやねん。嬉しないんか。ちなみにアイマリン出てきていますけど、アイマリンボーナスではないです。はい。無事は皮肉だよね。海好きが見せ場来なくてボーっと打ってる方が連チャン。保留霊の前に当たることもあるからワクワクするよね。なるほどね。あ、そうですね。それが一番熱い展開ですよね。保留変わってる系の保留霊は。そうですね。言ってもコム何回当たった？10回です。10回。設定6じゃんそれ。設定付きじゃないですけどね。コム8連、いや6連4連、6連4連です。はい、6連4連、今4連目ですね。はい、辛いよー。じゃあちょっと手で画面が見えない。ああ、すいません。はいはい。藤庵、知識はもういらないから早く当ててください。率直なコメントですね。ありがとうございます。このままやったらもう俺テクニシャンやって言ってる童貞と一緒や。一緒やわ、あいつと。めっちゃ面白い。もう今日一面白いよそれ。あいつと一緒やん。何なんですかねその絶妙な例え方は。おい、パワーやのにおかしいやん。なんてやねん。藤庵、知識はもういらないから早く当ててくださいよ。このコムの昔の配信の子供だった頃から思うと私成長してないなと思う。ごめんね。藤庵、今日は好きな台ほど当たらない法則が発動しちゃったね。次回も海ではないか。だってコムのことをアホだと思ってたからてんてんてん来る。当たりました。藤庵、当てないならもう寝てもいいですか。ちょっと待ってください。もうちょいもうちょい。保留連、あ、これなのね。はい、ついな。お、カニ。師匠、笑ってない。こいつら真顔っすわ。笑ってない。全員真顔や。1の9とかも当たりでいいやんか、もう。藤庵、関西人だから面白いこと言うな。さすがだわ。いや、そんなことない。本音。いやー、もう対照的な展開になりましたね今日はね。コムが11回、店長1回みたいなね。でも確率的には設定6でもコムの台よりは若干悪いんですよね。確率的にはね。そうですね。でも人気は高いんじゃないんですか。やっぱり懐かしい気持ちになりますよね。ああ、なんか稼働がいいみたいな話はね、聞きましたけどね。懐かしさは、はい。俺も今度からあの頃のこと師匠と呼ぼうって。出た。怪しいっす。またな。あわ。あ、そらそうやろ。おかしい。はい。藤庵、次回の今年ラスト放送は何打つ予定ですか。何ですかね。海で終わるっしょやっぱり。今年も海で締める。またやっぱライトメタルの海が一番いいんじゃないですかね。199、はい、青海ブラックとかね。まあ今日これほんまに6なんか知らんけど本当に6っすよ。そんなもんも当てれない僕が、はい、言うのもあれなんですけど、199ぐらいがベストじゃないですかね。アマベジでも当たらないけれども、人間って愛されると穏やかになるんだね。コム見ててそう思った。ありがとうございます。藤谷お疲れ様。お疲れ様です。コムいくら連チャンしてても今日もやってもらうからな。コムダンスラップ調でお願いします。なんで199はおきゅうみ4桜バージョンが好きです。ああブラックも結構面白いっすよ。ああ面白い。やった。次回も海なんでね、そうこなくちゃ。ああ設定した画面はホールで直接確認しますね。師匠師匠来る？わかんないっす。ぴょこぴょこ師匠笑ってもないし真顔や。僕は右から2番目の子が好きです。はい。藤谷今年の漢字ははいなんだろうこれ騙すかな。だよ設定で毎回騙されてるもん。ああなるほどですね騙してないんですけどね。あ抜けたし。ああ抜けた。終わりましょうか。終わりますか。いいんですか諦めて。いやまだやっていいんですかまだやっていいんですかね。いやだから藤谷の気持ち次第じゃないですか。当たるか当たらないかみたいなところあるんでね。いやでも結局だから僕まだこの台だいぶ回してるのに1回しか当たってないですよね。そうですね。藤谷お疲れもう帰ってもいいよ。藤谷でも次回は AKB 打ちたいって言い出すんじゃない。ああ言いますね。まあそうですね。3週目だと入ってるかな。16入ってますね。富士庵オープニングと全然テンションが違う。全然ちゃいますよ。でもやめようかって言いながら、ほんまにパチンコやめるときと一緒のこの上皿の球だけ打ち切ろうかと思っております。わかりますわかります。なんで自分がだから友達くんね友達全然こうリーチ。とりあえずリーチ。あ一人やけど笑ってるぞ。頼む。あわマリンさんあわでも当たるってとこ教えてくれよゆるさんAKB 放送的に大丈夫。いやー厳しいんじゃないかな。コムダンスってもう年末の紅白みたいな当たり前のことだよねなんでなんでまた放送するなら見てる方からすると嬉しいんだけどね。うちは友達いないんだね。いないっすね。出てこないね今日は全然。この最後の最後にたまなくなるのに保留さんとかまでたまる感じも。ああわかる。ああ師匠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 。うちは今パンパンって手叩いたと拝んでましたよ今。あれ押さない？ああ。俺多分やっぱ間違えて泡物語や泡物語の設定6やったわ多分うちは今日はなかったことにするからね振り込み用の放送がなかったことに。でも今日がほんまにこれ6なんやったら僕この間その400回で回して当たり0やったのもあれっすね。まあまあ6の可能性はね可能性もありますよね。ありますよね。分かんないっすねやっぱり結果。おコム驚くが来る来ないね。はい。なんかちょっとさっき怪しい来た時俺になんかもうまた僕出しましたよみたいな顔してた。悪いやつよほんま。リベンジやなまた来月。そうっすね。いやー面白かった。面白かった。さすがですね店長全く当たんないのにこの余裕たるやね。いいな素晴らしいですね。面白かった。やっぱね人として成長しましたね。もうね店長にそんなこと言えちゃうんだから、ね、全然当たってないね海大好きな人に「おっしゃったー」みたいなねはいということでお疲れ様でしたー。海面白いみたいなはいということで今日はね、信頼の、P スーパー海物語 in 沖縄2と、沖縄4と、はい、にきちゃん多分僕のスーパーじゃないと思います多分P 海物語 in 沖縄2なのか、うん、P スーパー泡物語 in 沖縄2なのかどっちなのかちょっと僕も分かんないですけど、まあまあでもねコムがまあまあいっぱい当たりはね見せることが今日できたかなというところでね、ハイビスカスモードね金のやつもなったし、ぜひお願いします。何をまあでも言ってもらえますからね。いいねいいねお願いします。いいねお願いします。99分の1の海で言ったら一番最新ですからね。そうですね。言ってもまだまだ面白いっていうところを打ち比べなんてしてみてはいかがでしょうか。僕はちょっとねなかなかいいところ今日は見せれなかったですけどね、また今度ね見せていただければと思います。はい、じゃあ最後にお願いします。はい、オープニングでも言いましたが、明日はお近くのキコーナー、はい、ぜひともご来店くださいませ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ちなみに堺町店は朝抽選とかあるんですか？いつも通り朝8時40分から入場順番抽選となります。はい、いうことなのでぜひね早いお時間から遊びに来ていただければと思いますのでね。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、おつおつサムあれサムサムは今日は見れなかったですね。ごめんなさい。小窓にいません皆さんサムみたいな人。俺？こうやってね設定付きフェアリーテイルしか当たったことがない。コム散々褒められたのに最後に。字が出たな。やっぱりお前は全然成長してないわ。青物語ゴティとゴティとか。富士屋名言ありがとう。DT がテクニックすごいって自慢してる。ちょだま増えたし明日も行こうということでお待ちしております。コム早く準備して。あダンス？はいはいはい。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。はい。俺準備できてるかな？あなければないでいいですよ全然。いやーちょっと待って。いやもうだってもう僕だけですよ。もうこれ5年踊ってんですよ多分もう。あ、映像が違う。あるんだ。待って、ちょっと。映像が違う。ちょっと待ってね。来月のお楽しみにします。じゃあ。いや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 、ちゃんと準備しますよ。ちょっと待ってくださいよ。あるんだ。いや、あるよ。あるけど。いや、だってもう多分僕だけですよ。この踊りやってんの今。え？僕だけですよ。この踊りやってる。じゃあ行く？少なくとも俺は見てないな。そうですよね。いないですよ。多分もう。CM もなんかみんなこのわーいみたいな玉入れしてるやつとかさ卓球してるやつなんかそんなやつ、そうなんですよ、やんごとなき事情のやつがあるやっぱり今、はい、じゃあ行こう、はいはい、何も言わないの？明日11月22日か明日11月22日、僕何ですか？それは言いたくない。はい、ありがとうございます。はい、明日本当お願いします。はい、遊び来てください。ぜひ遊び来てください。お願いします。はい、といったところでね、本日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございます。次回の放送はまた来月ということですね。ぜひまあでもね11月もう終わりますけれどもね、でも12月とかはほらお正月の前でほらお休みとかあったりすると思うんでね、そういう機会ぜひ遊び来ていただければと思います。僕だけですよ5年踊ってるんですよにバック、ずっと見てるぞ5年間我々は、11月20日しか行ってない。よく見てくれるな本当に。今日は好きな海だったから面白かった。ありがとうございます。富士はまた来月ね。お願いします。はい、言ったところで、本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんYouTube いいねお願いしますね。はい、といったところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。